ってる？ここは新しい家です。早速中に入りましょう。ここに鍵を開けます。で、ここにピンポンがあります。ここは何かが郵便配達あるエリア。この中です。はい、で、まずここが新しい家です。で、ここに、ね、見せて。で、ここにテレビがあります。で、テレビの後ろには立派なテーブルと椅子があります。そしてここにもストーブあります。で、これはこういうものです。で、次、ここはキッチンです。ここに手が洗えて、ここにもあって、ここはこういうものが入っています。そして、ここは立派、自動のやつです。自動のゴミ捨て。いいですね。そして、ここに帰ってきたら手洗い場。そして、ここに洗面器と椅子はピンク色です。そしてここに立派な大きなドアがあります。一回止めて。え、次、このはしごを登ったら、はしごじゃない、階段を登ったら、上に何かがあります。それは何だというと、一瞬バナナの匂いがする2階です。で、ここは、お母さんが住むところです。いいですね。そして、で、こっちは、誰でしょうか？誰だっけ？誰もやんない部屋です。そして、ここは、カリンとレイトが住む部屋です。ここに、二段ベッドがあります。こっちは一段ですね。で、その上。こういうところがあります。でね、撮影さん、撮影社長、ここにも登って、で、ここにもあります。そしたら、で、柔らかい、こういう、なんかこれありますね。で、窓もしっかり見えてます。はい、次、パリ、次こちら。次は、また階段を降りてください。まだこのベッドの布団は、まだ引いてないんですよ。だけど、この布団は、17日ぐらい、16日ぐらいに、やります。まあ、その前にもやると思いますが、で、ここは人形です。で、こちらも見せたと思いますけど、立派なお布団。で、ここには本当は水槽を置きます。水槽ですね。で、ここにガラスがあります。ストップ。おはようございます。で、ここは木で作られた家です。開きます。ここね。で、ここ木で作られてるから、もちろん燃えちゃうんですけど、火事とか火とかで出た時にね。で、この上には、ドアがあります。鍵と鍵の穴があります。ここはピンポンですね。で、ここはポスト。いけるかな？で、ここを開けた瞬間に、やった瞬間に、鏡。
あります。鏡。鏡ね。いいですね。次。トイレ。レントを、トイレを紹介します。ここに蛇口があって、ここに物入れ。あ、違った。ここに物入れ。ここに物入れ。で、これは何だ？これは何もわかんないのか。ここにトイレットペーパーですね。で、いろんな押すところがある。で、ここ。トイレ。トイレにレイトが流される。ソファー紹介する？で、ソファーが黒い。ソファー。テレビ。はい、ソファー。に、ママ。ソファーとママ。ママの銅像が映ってるから、ママは動きません。そうか。ママちょっと寝るわ。で、もう終わったらもうあれよ。で、ここに手洗い場、ここにお風呂、見て、見せて。ここに大きなお風呂と、あったけーのお風呂と、で、ここに椅子、頭洗うのね。で、これすごいよ。これは2個目のところにさせるんです。すごいよね、高い、大人もできる。そして洗面器、じゃあもうセットです。いいですね。ちょっと待って、はい、じゃあで次、ここ紹介したっけ。まずゴミ箱両方開けますね。両方開けます。で、下見てね、下。この、これを踏むと開く。で、これを踏まなかったら閉じる。貫通もない。で、ここにいろんなものが入ってる。こっちも入ってる。こっちも入ってる。こっちは入ってない。あれ、入って、買った。そこ開かない。開かないのか。も入ってる。で、ここに手洗い場。手洗い場じゃない。これは何だっけ。まあいいや。次。あ、待って、パパの紹介。ここは、くっせ。パパの部屋です。パパのさやな。パパの部屋です。で、次、2階に行きましょう。紹介して。ここはママの部屋です。まだあんまありませんが、ここにいっぱいかけてる。そこからも景色がおばあちゃん家が見えます。おばあちゃん家が見えて謎の車がいます。はい、次。5年生になったら私が使う部屋です。壁がここ青いです。ひな人形があって、こういうなんか旅行のバッグとかいろいろあります。そこからも景色がいいです。ここには水槽を置きます。ここも同じ感じの景色です。そして、最後に、カリンとレイトの部屋です。ピリピッピーパラピッピッピーはい、二段ベッドがあります。ここに引っ越すときは、レイトが最初に上なんですけど、まだ布団も引いてません。誰かの死んだ足が見えます。で、まあ、これいいです。で、このチャンネルと登録と高評価とツイッターとインスタグラムのフォローとインスタと紹介してください。